はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。トリプルシックスカナ CPE の合同興行、ハロウィンボイン BBB イング爆裂大阪カオスミック中重中大会の記者会見を行わせていただきます。開催日はですね、10月の27日の日曜日、場所は道頓堀アリーナ旧、ムーブオンアリーナになります。一部、二部、三部に分かれておりまして、一部がカナ興行、二部がトリプルシックスの興行、三部が、CPE 興行になります。では、第一部の、カナ興行から紹介させていただきます。カナ興行ですが、タイトル名が SGP タイトルマッチ戦カナ対宮本優子になります。これはですね、カナ対宮本優子という興行名なんですけれども、ワンマッチ興行ではございません。きちんと、通常通りの試合数になりますが、私と宮本優子のこのベルトへの意気込みがそのままタイトルになりました。それではですね、この対宮本優子の、戦いの意気込みを言わせていただきます。私はこの SGP のベルトを、取得してから、ないんですけれども、私は、宮本優子を指名しました。それはなぜかと言いますと、この SGP のベルトが宮本優子を指名しろと囁いたからです。私はその囁きに従っただけです。このベルトが私と宮本優子が取り合う、それを望んでいると私は解釈しております。何してもこの私とこの宮本優子で、このベルトを SGP のベルトが IFGP のように輝くベルトになると私は信じています。それではどうぞ。僕は、発表にもあったタイトル名がもうそのカナ対宮本優子ということで、もうこの SGP のベルト、SGP の割にはいいベルトだなと。割にって何ですか？ちょっと触らせてもらっていいですか？いや、勝手にちょっとそんなにやめてもらって、はい、じゃあちょっと真ん中、真ん中置いてもらっていいですか？SGP の団体の割にはいいベルトだなと。これね、このベルトコレクターの僕としては、ぜひこういうね、いいベルトっていうのをね、腰に巻きたいもんですね。女子と戦うっていうので、手加減とかそういうのは、女子と戦うっていう、そういう、そういうのやめてもらってもいいですかね。じゃあ一人の、ね、女子レスラーと戦うということで、僕はね、男子以上に女子には厳しくそういう試合が好きなんで、本当ね、鬼畜じゃないですけど、もうギッタンギッタンにして、もうね、全裸にさせるぐらいの気持ちで頑張りますよ、本当。タイトルマッチ挑戦、このチャンスをね、ぜひ自分は勝って、もうカナを恥さらしにして、で、自分はこのベルトを持って帰りたいと思います。もう取れるもんなら。いやいや、取れる取れる。私からこの SGP のベルト取れるもんなら。もちろん。俺はね、タイトルマッチやってね、負けたことね、あんまないからね。それは、そんなことはなかったような気がしますけど、結構負けてるの見たことありますか？いや、もう自分の中の記憶にないぐらいかな。それぐらいもう、タイトルマッチに対してはもう本当に意気込みも、その試合に対する気持ちも力も強いんで。私はこれは初防衛戦なんですよ。初？はい。じゃあ防衛できずに終わると。我慢してもらっていいですか？そういうことだよね。の
リプルシックス、購入ですね。タイトル名はまだ決まってないですかね。これ未定。まだ決まってないですね。はい、そうですね。決めとけ。まあ決めとけよな。まあ決めとけよ。まあいいや。あまりやだ。で、会場がですね、僕たちが、15時30分で開始。3時半ですね。そうですね。3時。で、16時ですね。16時から開始ということで、こちらの方もですね、まあ、まだ、細かい内容の方は、ちょっと、決まっていないのですけども、はい、組み込んで、まあ、自分的にも実は大阪ちょっと初なんで、ちょっと楽しい、お客様が楽しめて、で、ここに残るすごくいい試合を、興行を、持ってって、この3興行ですね、全部が楽しめるイベントに、綱渡し、このトリプルシックスがですね、いければいいなとは思いますね。これ、はい、8年前にね、一度大阪で、大阪のどこだったかな、アゼリア大賞かどっかでやったんですね。8年前だから結構前だから全然記憶ない人も多いと思うんですけど、まあこのある意味ものすごい興行で超前の中大ブーイングっていう中ブーイング伝説を残したそういう興行したんで、やっぱ大阪といったらやっぱ伝説を残すと、トリプルシックスの伝説を残さないといけないと、ここ窮地に立たされてますんで残したいですね。伝説の興行にしたいと思いますね。はい、はい、ですよね。小野さん、小野さんは覚えてますから一番舵を変えたのが重さかもしれないですよ。という感じで、はい、トリプルシックスの興行は、第3部になります。CPP 興行になります。CPP 興行の紹介をお願いします。はい、CP も7年ぶりの、大阪大会でして、第3部、7時半オープンの8時開始となります。タイトルが、なにわ大花びら大回転キャットファイト祭りと題しましてですね、見せどころでは、まあ、セクシーファイト盛りだくさんで、あと大会の目玉としまして、CP のレギュラー参戦中であります、ビーバップハイスクールから、キクリンが大阪大会にも参戦いたします。よろしく。で、夜のプロレスということですね。他団体とはちょっと毛色が違うんですが、チケットも若干お高いのですが、普段、見れないものが、お見せできる貴重な大会になると思っています。あとですね、3団体で、選手間の、行き来があると聞いておりますが、我々 CP 的にはカナ、選手の、参戦をもう頭に視野に入れてカードを、検討したいと思っていますので、ぜひ今ちょっと聞いて、オリジナルマッチですか。うるさいとこけ。夜の方も力入れていただいて、私はタイトルマッチが控えてます。まあ宮本ゆかが大丈夫です。オリジナルマッチ組んでやってください。うるさいとこけ。そういうのも含めて全部大丈夫です。大丈夫です。支障がないようにカードを持って見に行きますよ。何だよ、何だよ、見た悪いのか、おっぱい見てるのか。ちょっと大阪の方が怖いわ、ちょっと食べてくる。じゃあ、まあ、開けておきお願いします。何なら僕やってもいいですか。うるさいね、ボケ。カードはカード、検討中です。検討中です。わかりました。それではですね、思います。チケット料金なんですけど、三興行の投資チケットがありまして、シートの名前、シートの名前がカオス、カオスボインシート。てめえを考えたんだろうな。てめえを考えたんだろうな。そんなんちゃう。はい。カオスボインシートになります。それが、12,000円になりまして、3団体のグッズがなんとつきます。よろしくお願いします。お願いします。